皆様こんばんは、花坂凛でございます。こんばんは、ピーのりこです。ピーちゃん、何でしょう、6月はいかがお過ごしでございましたか？6月ね、はい、いよいよ梅雨に入っちゃう、うん、今年早かったですよ ね。でもこのコロコロ変わる梅雨は何よ。なんか暑かったりね、ちょっとやこかったり ね、うん、ね、おかしいですね。日本の四季がね、いつの間にかこう2期になっちゃった感じしない？暑いか寒いかっていう感じね。私の大好きな季節、5月、はい、薫風香る5月が、まあ、あっという間に過ぎちゃったっていう、ね、ちまき食べ食べが終わりましたね。かしお餅ね、はいはい、どうしちゃったんでしょうね。本当なくなりましたね、うん、四季がなくなって2期になったという、ね、そこで2011年6月ですからね、はい、もう半分まあ終わって、はい、またこう一つほら新しいことが始まるという ね、節でもあると思うんですよ。私はね、私たちもちょっとご報告がございますですね、はい、実はよね、花坂凛がね、はい、愛知県から駆けつけましてですね、はい、なぜかこのラジオ関西でお世話になりました。喋らせていただいたわけですよ、はい、ねえ、まあ始まりがあれば終わりもありましてね、実は6月いっぱいでこの番組、はいはい、終了と残念ながらいうことなんですよね。諸事情の、うん、申し訳ございませんが、またどこかでねこの声を思い出していただいて、そうです ね、今日に出て3回はい、被災地にも行きますしね、もちろんです、どっかで電波乗るぞということで、はい、まだ応援していただきたいと思っております。はい、この番組は元気と優しさをお届けしたいおテーマに毎週お送りいたしております。今日のゲスト、この人の輝き、環境団体光の風代表、宮城災害救援ボランティアセンター運営委員の永山敦盛さんです。はい、こんばんは。こんばんは、ようこそ。ありがとうございます。今日は仙台からですね。仙台ですね、はい、ありがとうございます。こちらこそ、ね、いや実は私とはね、はい、あの若かりし頃の知り合いなんですよ。お互いお年を召しまして38歳、私は問題ない、無さもないですよそんなね、長山さんだけ落としとるわけないじゃないですか。そうですよ、私まだ若いです38歳です、ね、え、いや彼がですよ、すごいことでね、今、まあ、そうです、宮城ですよ、活躍をしてるということでね、ちょっと耳にしまして、もう丸々被災地、ねね、多分、まあ、あのこの方はやるだろうなと思っておりましたけれども、うん、ね、はい、もうこんなことになろうとはということで、もう生々しいお話を今日はねしていただこうかなと思っております、ね、はい、でも私たちからすると、うん、なんかビフォーアフターの永山さんを見てるって感じがします、うん、実は今年2月に ね、お会いしてるんです、ね、はい、うん、その時と今と全然表情が違う、そうね、やっぱりあの永山さんらしさが私は見えたかなと、すごく嬉しい。そう、いや本当に私もそう思います。永山さんと私あのそんな短いお付き合いなんですけど、そうよ、ね、短いお付き合いなんで、その中でも分かりますよ、感じがもうオーラが違うというか、ね、ビンビンと、なんか本当なんか10カバぐらい向けたよなプリンプリンプリンって向けた、すごいです。ね、で今日はわざわざお越しいただいたのはやっぱり、はい、あの被災地の様子と、うん、それから、うん、もう一つ聞きたかったのが環境団体光の風、はい、このお話をちょっと伺いたいなって思うんですが、ね、まずその環境団体の方、はい、光の風の方からお伺いしていいですか。はい、これはどういった、まあ、光の森、うん、あ、すいません、光の森です、はい、光の森ですよ、はい、なんかイメージからするとすごい、なんだろう、もう次の世代のなんかこう天国をイメージするような感じがしますけどね。あの、やはりあの、うん、まあ、環境としてはどうしても自分、うん、あの林業の家をから出ましたもんですから、はい、どうしてもそのなんとか、うん、あのいろんなですね、杉の花粉の問題とか含めて、うん、はいはい、うん、あのなんとかこの木をもう一度しっかり植えてですね、うん、日本の環境を守らないといけないと、蘇らせるっていう、そういう思いで、うん、そしてまああの宮脇明先生を尊敬し、またそして、まあ、この先日6月の4日5日は、はい、畠山4月さん、気仙沼で牡蠣、はい、貝の牡蠣の養殖から、はい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 、あの NPO 法人森は海の恋人、はい、というのでですね、非常に、まあ、有名な方ですね、森は海の恋人、これはつまり行政はすべて、うん、この山と里、うん、川、海バラバラに考えることによって、うん、大変なこの汚染、うん、環境破壊になってしまった、はい、それを何とかしなくちゃいけないと言って立ち上がったのが
畠山先生で私も非常に尊敬して、しかし今回ですね、今回気仙沼ですから、はい、まあ、唐桑っていうところなんですが、もう大変な津波の被害で、ご自宅以外全部壊滅しました。だからそれを応援する人々がこの5日植樹祭に集まりまして、あの私もあの石巻と岩手の仲間と一緒に行ったんですけど、昨年の倍の人数、1200名ぐらい集まって、1200人、はい、ものすごい、あの活気あるものでしたですね。まあ、やっぱりその日本のこの全ての考えがつながりを持たない、そうですよね、総合的に考えないといけない、そこにこの日本再生のポイントがある、そこをやはり大きくクローズアップしなくちゃいけないかなと思いますね。今回の震災で時代がこうすごく変わって、ポーンってなんか、なんか一足飛びに私ね、意識の変革あり、なんかそういう復興のあり方から、この神戸の震災とはまた違うレベルの問題ですよね。そうですね、取り組まなきゃいけないことって、あの神戸の問題って一つの、まあ、ちょっと私も神戸に2週間入ってずっと活動してましたので、あの時もね、ただあのやはりその時代のこの節になるっていうのは、この東日本大震災は日本が大きく転換しないといけない、例えばですね、コミュニティの問題、日本の日本人の心の在り方とか、人間関係の在り方とか、それはねすごく大きな問題です。すごい、ここの番組でずっと言ってきたことよ、これ。そうですね、本当そうですね、ですからあの阪神の、あ、これ本当言っていいんでしょうか、いいですよ、やっぱ東北と違うのは東北ってやっぱりこのお互いの心のつながりってやっぱりあるわけですよ、人情がすごいですよね、都会でないこのと怒られちゃいますけど、いやいやもうそれは本当思いますよ、はいはい、だからやはりあの自分がですね、3月のに入って、まあ、当然震災も入ってですね、やっぱりその今回はもう自分一人で、あの近所を歩きながら、まあ、つまりかなりの実家がたまたま仙台だったもんですから、子供たちもご心配ですぐ飛んで行かれたわけでしょ、というか子供たち仙台の大学高校に入ったもんですから、あららそうですか、家族が引っ越さざるを得なくて、そこに震災に来たもんですから、ただ私は東京で生活をしようと思ったんですから、別れて離れて暮らしようとしたんですけど、行ってみたあの すごい陰惨な状態、もうあのかなりの実家若林区ですから、これまあ本当最初からテレビで出てた300人が死体で浮いてるのが見えるっていう、あの荒浜の中にある内陸、あの映像が凄まじかったですね、ですから仙台空港もそばですし、結局もうすぐそばまで津波来てたわけですね、だからあの家内の実家にも私は住んでますけど、そこのもう自転車で回る範囲に、あの避難所がもういくつもあるんです、なるほど、そういうところは移されないっていうか、知らされないですよね、私たちなかなか ね、 すごいリアル、まあ、長山さんはそこに行かざるを得なかったというか、まあ、引き寄せられたというか、そうなんか段取りをされちゃったんです ね、 ね、だからもう東京でやってる場合じゃないと、それで覚悟して、で一軒一軒こうお助けして、泥をかく、もう床上浸水、へ、泥いっぱい、でもそれを駆り立てたね、それ一軒一軒訪ねていこうって駆り立てたものは何だったんですか。やっぱりあの行政に行っても、あの崩壊してしまってるわけですよ、まあそうね、流された人もいるし、あの町長さんが亡くなった方もいるしね、被災です、被災されてますもんね、だから、あの行政 の、 その例えば区 の、 その担当者が、あの神戸の市役所の人なんですよね、なるほど、で本当に神戸のおかげで、神戸の体験によって、その本当に仙台市はものすごく助かった、だけど問題は、細かな問題っていうのは、それは神戸市の方は分からないので、まあ指揮命令するとか、まあね、あの体験としては言えますけど、細かいことはやっぱりそれぞれ違いますからね、ですから、それでこの自分はもうこれ一人一人やらなきゃと思って、でいろいろと 泥かいて、ご来手伝いして、荷物整理してるうちに、あるこの七郷地区っていう若林区の半分の、七郷っていう七里って書くんですけど、ふるさとっていう、七里七郷地区の上新井町内会に出会うんですね、上新井、これがね、ものすごい人情があるところなんですよ、すごい人たちばっかりで、で会って2日目でもう、あのじゃあもうこの町内会の公民館、公会堂を、この救援活動の拠点で自由に使ってくださってて、あの入り口と倉庫の鍵預かっちゃったんですね、長山さんが預かる、そうなんですよ。